ピアノソナタはイーゴリ・ストラビンスキーが1924年に作曲したピアノソナタ。ストラビンスキーは1924年ビアリッツ・トニースに滞在する間にこのソナタを作曲した。同年10月21日には全曲の完成に至っている。初演は1925年7月に開催されたドナウエ・シンゲン音楽祭にて作曲者自身の演奏によって行われた。 最終的にアルバート・スポールディングの工程を経て、1925年にブージーホークスから出版されている。曲はエドーモンド・ポリニャック・コーフ人、ミナレッタ・シンガーへと検定された。曲は以下の3つの楽章から構成される。演奏時間は約9から11分。録音によっては、第1楽章を、モデラート、第3楽章を、 アレグロモルトと表示している場合があるが、元の楽譜にはそうした表題や、速度指定は掲げられていない。イコール112アダージェットイコール112第1学章と第3学章は互いに関連性を有している。両学章とも同じテンポのそなた形式をとっており、それぞれが再現部を持つ。また、冒頭に、両手のユニゾンでそうされる主題が、修学章コーダにおいて改装される。 1> 第1楽章では3連符が8部音符に対比される。一方、インベンションのような第3楽章では16部音符が、さらなる活力を与えることにより、バロック音楽への接近を見せる。第2楽章は作曲者が、最大の音楽的天才の一人とみなしていた、ベートーベンの様式によるロマン派音楽により近くなっている。そのため旋律線への装飾は厚みを増しており、 前の楽章に見られたような、ストラビンスキーの感想で直接的な作曲様式は交代している。ありがとうございます。